症のこと。ビタミン B1 の欠乏だけでも発症するが、アルコール代謝に多く起こるため、アルコールも複合的に影響していると言われている。ドイツの神経科学者で、外科医のカール・ウェルニッケの名から付けられた。ウェルニッケ脳症は、ビタミン B1 欠乏症により、運動失調コルサコフ症候群を引き起こす。眼球運動障害を起こすこともあり、外側に目を動かせなくなり寄り目になってしまうことがある。運動失調では、急激に歩行が不安定になりどこかにつかまりながら歩くようになる。意識障害については、特に特徴的な症状はなく、軽い意識障害から昏睡状態になることもある。ウェルニッケ脳症がある程度回復してくると、目が揺れて、物が二重に見えたり、めまいがしたりする。精神的な症状により、無力や無気力になり、鬱になってしまうこともある。飢餓による栄養障害は現在では非常に少なくなったが、一切除術後のビタミン摂取不良、アルコールの多飲やインスタント食品の偏食による栄養の偏りなどが発症の要因となる。かつて、厚生省が保険診療において、妊娠オソの点滴に、ビタミン B1 を加えることを認めていなかったため、妊娠オソで食事ができなくて長期にわたって点滴治療を受けたところ、ビタミン B1 不足からウェルニッケ脳症を発症した例が報告されている。早い段階でビタミン B1 を投与を行うことが良いとされる。数日間ビタミン B1 を1日 1000mg ほど静脈注射し、その後は 150mg ほど内服で補充する場合が多い。また、アルコール依存症を伴っているケースが多いため、アルコール依存症に対するリハビリや末梢神経、障害等、ビタミン B1 が欠乏していることにより引き起こされ、うる障害に対するリハビリテーションが必要となる場合がある。ありがとうございます。